ラッチ・ダレム変奏曲、正式には、モーツァルトのドン・ジョバンニのお手を、どうぞによる変奏曲変路調作品には、フレデリック・ショパンが作曲した音楽作品。完成は1827年、ショパン17歳の意欲作であり、ユゼフ・エルスネルの指導の下で作曲者が書いた初めての還元楽付き作品である、友人のティトス・ボイチェ・ホーフスキに検定された。 二年後の1829年8月11日、ウィーンのケルトナー劇場でのウィーンデビューコンサートにおいて、作曲者のピアノ独奏により初演され、翌1830年に出版された。この作品は初演後芝叩く間に人気となり、この作品を知ったロベルト・シューマンが、自らが編集する、新音楽時報の1831年12月7日号で、諸君、 帽子を脱ぎたまえ。天才だと絶賛したことは有名である。もっとも、ショパン自身は、シューマンのあまりに文学的な批評に困惑し、このドイツ人の空想には死ぬほど表されたと、ボイチェホフスキーへの手紙で語っている。この曲も、他のフレデリック・ショパンのピアノとオーケストラのための作品と同様に、還元楽部分の設立さが指摘され、還元楽を抜いた独創ピアノのみのバージョンが、 出版されている。ただし、これは、ショパンの本意ではない。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、ティンパに、独奏ピアノ、弦楽五部女装と6つの変奏、こうだからなる。主題は、当時から人気であった、モーツァルトのオペラ、ドンジョバンニ第一幕第三話のドンジョバンニと、チェルリーナの二重賞、お手を、どうぞから取られている。部は、チェロに、 主題の冒頭の動機が示されて始まり、弦楽語部でそれを模倣した後、独奏ピアノが穏やかに登場する。独奏ピアノは華麗に技巧的に装飾され、音楽は転調を繰り返しながら、やがてポコピウモッソとなり、高揚する。そしてピアノのカデンツァの後、変奏主題がピアノ独奏で奏される。途中から還元楽の伴奏がつく。主題の後、 還元楽が愛の手を入れるが、これは、各変装後に現れるもので、この変装曲の注目すべき点であり、各変装を還元楽のリトルネロが繋ぐという独自の形式を、とっている。第一変装は三連符を用い、第二変装は十二分音符が、ユニゾンで駆け回り、弦楽器のピッチカートが伴奏する。第三変装ではピアノのみの変装で、左手が、細やかに動き回る。 第四変装は超約音形による。この後のリトルネロで音楽は展開を見せ、アダージョの第五変装に続く。このアダージョは変度単調をとっており、曲中で最もショパンの才能が発揮された変装といって良いものである。ここでは主題は自由に扱われ、ピアノが高音部から低音部まで山形の線を描くように緩やかに自由に動く。 途中に現れるティンパニのソロも印象的である。曲はピアノによる計画を経て第六変奏アラ・ポーラカに続く。曲は3、4拍子に転じポロネーズとなる。ここではピアノと還元楽が競争しながら華やかに進行し、晴れやかな気分のまま全曲を閉じる。お手を、どうぞは、ショッパンの他にも数々の作曲家たちの創作意欲に働きかけ、 様々な変装曲を生んだ。ありがとうございます。